どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうも、都市ボーイズテッドバンディです。よろしくお願いします。テッドバンディ？テッドバンディです。テッドです。いや、あんま聞いたことないけど、テッドバンディなんて。皆さんね、今日も仲良くやっておこうと思っておりますけど。いや、それでカード作ってます、ちゃんと。テッドバンディで。もちろん。ほんますか？うん、全部、そうだよ。俺だから、あれだよ、渋谷区の。テッドバンディ。図書カード、テッドバンディ。いや、光熱費それで払ってます？テッドバンディやってに来るんですか、じゃあ。もちろん。嘘つけよ。やべえやつじゃねえかよ、この野郎。まあまあまあ、僕はそれで通そうと思うんですけども、今日は。引っかかるところありました？引っかかるとこばっかりですよ。俺だって、名前カタカナのやつとずっと喋ってたんですか、じゃあ。そうですね。いやいや、俺カタカナじゃなくて漢字のやつと喋ってたから。和の顔のしてるくせに、ね。いや、違うでしょ、それは。いやいや、ダメですよ、そんな。嘘つくなよ。うん。まあじゃあね。なんか住みづらそうなんで本名の方でねやらせていただきたいなと思いますけども、はい、私テッドバンディではありません。いや、そうでしょう、そりゃ、岸本と申します。はい、岸本と早瀬、はい、我々都市ボーイズですね、はい、答え分かってる問題出すのやめてもらえませんか。いやいや、言っとくけどお前が始めたことだからあんまりそこ疲れるとあれだけど、でもバトン渡したからもう、あ、本当、うん、成果をねもらったからね。俺も走ってる岸本さん見てるだけだからそうだね、頑張れっ って、うん、ハムスターみたいになって。俺も渡したんでね、はい、まあまあ、はい、あのテッドバンディ、うん、何したの、まあ、名乗っといてあれですけど、うんうん、まああのシリアルキラーなんですよ、うん、でしょうね、でしょうね、まあそうなんです。まあアメリカの、うん、やつでして、はいはい、まあ大体ですけど30人を超える殺人を、うん、まあしたんではないかと、まあなんかね、ちょっとそう自白したのがそれぐらいって感じなんだけど、うんうん、このねテッドバンティがシリアルキラーっていう、うん、その名前呼び名を作ったというか、この人を呼ぶ継承として FBI の人がシリアルキラーってつけたのが最初、うん、そうだからこの人から始まってるね、うん、シリアルキラーって、はい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 、で、まあ、何したかっていうと結構原始的で、うん、少女とか若い子を、うん、まあ、思いっきりぶん殴って、うん、で意識を失わせて、うん、その間に犯しちゃって原始人やそうそう、でその後殺害するんですよ、うん、で、死体を遠くまで運んで切り刻んで、うん、まあ、切断するわけですね、バラバラに、うんうん、で さらにバラバラにしたところでももう一回やって、うん、わけわかんねえな、まあ、主観ですよね、うん、でさらに数日後に死体の場所に戻ってから、うん、切り取った女性の頭部の口の中に射精したっていう、もう完全なけだものなんですけど、ね、うん、まあ、この方ね、その、ロバート・ケイ・レスラーっていうそのシリアルキラーって名前つけた FBI の捜査官から、うん、まあ、けだものと言わしめたというね、けだものでもそんなことしないですよね、まあね、うん、まあまあ、でこの人やっぱちょっと反社会性パーソナリティ障害っていうのがあったらしくて、うん、まあちょっといわゆる、まあ、サイコ的なね、まあ走りの人というか、はいはい、うん、でございました、うん、はい、あれ名言ないですか、いつもみたいな。そうですね、名言ありますよ、うん、ですね、そこ聞きたいんだから聞きます、うん、聞かせてください。ちょっとね、うん、またこれもね、なんて意味ありげなことを言うんですよ、はい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 、この方も、うん、ですね、僕は人間の生と死を支配したかった、地球上から人間一人減ったからといってどうだと言うんだいっていうね、死にますね、同意見だと思いますけどね、なんでだよ皆さん、うん、まあまあ、あんただけでしょ、地球上から人間一人減ったって別に大したことねえと、グローバルな視点からやってた、ちょっと解説するとね本当に頭おかしいやつって思われるからやると思います解説しちゃうとね、そうですね、解説者はだってその人より上なんですから、まあまあそうですね、うん、やめましょうか、ちょっとやめてください、じゃあ本当にこの辺はカットしてちゃうぞ、はい、ね、まあまあ、はいはい、僕のまあ戯れはもういいとして、うんうんうん、あなたのお話そろそろしていただきたいですけども、はい、はい、します、します、今日はどんな、うん、まあ今回はですね、前やったちょっと問題作をまた引っ張り出してですね、またですか、また今回やらせていただこうかなと思ってるんですよ、まあ、問題作ってね、うん、結構僕やらかしちゃってるん で、 そうです、ね、どの問題作か、ね、どのチンプレーを今回ね使うかっていうのなんですけど、はいはい、そうですよ、じゃタイトルね先にちょっと言わせていただきます、うん、はいはい、オカルト州ナイト懲りてないですね鉄はね、はい、
熱いうちに打つんですよ。なるほどね。うん、また宇野のヘディングが持ってこ来たわけですね。いや、そうそうそう、何度でも笑えますからね。あのチームプレーは確かに。はいはいはい、まあ、ちょっと意外と好評でしたよね。好評というかね、あのまあ、はい、同情に近いですけど、ね。わかんないですか、ね。うん、好評ではないような気しますけど。いいじゃないですか。うん、はい、聞きたいですよ。まあ、今回僕がちょっと目をつけさせていただいたのが、うん、はい、くのいちの忍法。うん、ちょっと興味ありますね。くのいちの忍法。くのいち忍法です。忍術というか。忍術。要はそう、男が使うような、うん、要は体張った忍法あるでしょ。水遁、雷遁、火遁だとかね。隠れ身とか。隠れ身とかいろいろありますよ。煙玉とか。女性は違うんですよ。おお。うん。そうですか。うん。くのいちってでも結構そんなやつもやるようなイメージですけどね。うん、ああ、いや、もう全然違います、全然違います。別物ですか。うん。いや、くのいち忍法っていうのがあるんですよ。あ、くのいち用のね。用のがあるんだ、うん、くのいち忍法。それどうするかっていうと、うん、要はお殿様のところにファーッと潜り込んでいって、うん、あの寝首をかくとかね、うんうん、あとはなんかそのね、すごいスパイですね、うんうん、その城に入り込んでその情報っていうのを元々のいたところに持ち帰って、うん、まあまあスパイですね、まあ、スパイ活動とかをするっていうんですけど、うん、でもその忍法に対してっていうのはちょっとあんまりどこにも書かれてないんですよ。へえ、うん、確かにそんなにイメージないね。うん、じゃあ僕はどれを見て今回それを発表させていただきたかというと、そうですね、山田風太郎さんという方がいらっしゃるんですよ、うんうん、小説家、小説家、すごい先生ですよ、うんうん、魔界転生とかを書いた人なんですけど、今回ですねその方が書かれているくのいち忍法帳という、うん、ちょっとアダルティーな小説があるんですよ。アダルティーというかね、うん、まあまあまあ、あのいろんなねビデオみたいなのがあってますしね、オリジナルビデオシリーズにもなっているんですけれども、はい、そっからですね、まあ、いろいろあるんですけど忍法、うんうん、僕はちょっと抜粋させていただいてまたベスト3で発表させていただこうかなと思っております。はいはい、いいじゃないですか。はい、まあでも、まあ、簡単にくのいちってじゃあどっから来てるか知ってます？どっからってどういうこと？くのいちっていう名前が、あ、名前、うん、名前、光を勉強ですけど、まあ、それ知らないとね言ってもちょっとあれなんで。でもひらがなでくのって書いて、うん、漢字で一って書くイメージですね。女になるっていう。そうですね、うんうん、じゃなくてね、実はこういう説もあるんですよ。くのいちっていうのは、うん、人間には9つの穴があると、うん、ね、目、鼻、口、耳、うん、どこ、お尻の穴、うん、尿道、うん、これで9あるんですけど、うん、プラスくのいちですから、うん、9にプラス1なんですよ。女性っていうのはもう一つ穴があるぞということで、うんうん、くのいちって言われたんじゃないかって言われてるんですよ。本当かよ。で、そうです、そうです、で今回僕が発表させていただくのは、はい、そのくのいちの穴をものすごい使う忍術ばっかりです。なるほどね、はい、まあ、だからそっから来てんだったら、うん、確かにそれを使うっていうのは、まあまあまあ理論としては分かりますけど、合ってるでしょ、うん、ちょっとじゃ あのベスト3からね。なるほど、まあまあ何や何や言うても分からないんでちょっと失礼しますね、うんうん、ベスト3、忍法つつからし。もうなんか俺ちょっとネーミングでバカそうな感じ出てるなと思って、うん、忍法つつからし、わかります？ちょっとまあ勘で何でもいいです。忍法つつからし、まあまあだから、うん、つつはね、うん、まあその相手方の、はい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 、お男性が相手だと思うんですよ。お殿様とかね、まあ相手、はいはい、侍さんかわかんないけどの、まあまあいわゆる一番弱いところをつつという、うん、呼んでるんじゃないかと、うんうんうん、でそれをからすっていうことは、うん、そこのね水分を全部吸い取るぐらいのことをするんじゃないかなっていう。岸本先生が考えるとその程度ですよね。全然全然レベルが低い。惜しいです、惜しい、惜しい、あれ惜しい、7、8割が当たってますけど、うんうん、やっぱよ残りの2割、うん、プラスっていうのはやっぱ山田風太郎先生らしいなという。ちょっとじゃあまだあるんですね、ご説明していただきますね。はい、成功中にこの忍法をかけられると相手は死ぬまで射精し続け、さらには血液をも吹き出して体中の水分が抜き取られる。その後干からびた相手に簡単な命令を吹き込み、くぐつとして使うことも可能。えぐい。これがやっぱ確かに1個乗ってたね、1個乗ってるんですよ、まあ、そうだね、うん、6割ぐらいだな合ってたのは、うんうん、気持ちいいってなって痛い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 ってなってもあとはもう気持ちいいみたいな、意識なくなってくぐつ使うっていう、ね、人形として使うっていう。すごいね、ね、バカだな。やっぱ日本人らしい、はいはい、やっぱりあの最後まで使うっていう、マヨネーズ、将棋だよ、将棋と一緒だよね。ああ、まあまあそうそうそう、相手を、はいはい、使うっていうね、使うっていうね、敵のやつをね、やっぱ日本人らしいなというような
感じですよね。バカだなこいつ。俺先生だけどバカだなって思うな、この人。まあまあまあ。ちょっともう今の時点で、うん、やっぱり18歳未満の方はもう消していただきたいですね、この回。ちょっと言い忘れましたね。18禁です。大丈夫かなって思ったけど、やっぱダメですわ、はい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 、これ。オカルトッシュ。まあでもまあまあ、岸本さん、これ、あの紹介にしか過ぎないですから、まだこの1本。あ、まあ、序章ですよ。序章ですか。ここからちょっとね、今のは初級編なんで、ちょっと中級編に上がらせていただきますね。まだあるという。はい、これは多分、はい、R25 ぐらいだと思います。あ、まだ全然じゃあ、大丈夫なんですね。中級はね。これぐらいなんですね。はいはいはい。ベスト2。はい。忍法無限法要。法要。どうですか？なかなかちょっとイマジネーションを働かせないと、うんうん、そうですね。全然ピンとこないですけど。はい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 。なんだと思う。法要はいわゆるあれでいいんですよね。うん、あの脱気締める的な法要で。岸本先生、もう違います。もう違う。もう違います。漢字で言うと、うん、泡の影で法要ですね。はあ。ちょっとじゃあ分かんないでしょ。ソープ的な。あんまり。あ、ソープって言いました。はい、全然違います。あ、違う。全然違います。全然ダメだ、足りないですね、僕のイマジネーションじゃ。いきますね。はい。あの、から次々と出るシャボン玉のような泡で相手を取り込み、精神を幼児対抗させる。対抗させられた人間は元に戻るまで10日間ほどかかる。現実系なんですね。これはね、深夜に動画でね、動画っていうか、まあ、オリジナルビデオでやってるんで、僕それをね、親に隠れて盗み見したんですよ。はあ、たまたまこの無限法要っていう技を女性が使ってて、本当に、から泡がブク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 。泡ってどういう泡？シャボン玉、ね。シャボン玉的なやつ。ブク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 って出ていって、それが、まあ、相手方、その時は殿様だったんですけど、殿様を包み込むんですよ。なんかよくあるじゃないですか、公園にいるおじさんがでかいシャボン玉で人間入れるみたいな。かつんじゃうやつね。そうそうそう、あれに近いんですよ。おー、なるほど。パーッと入れて、パーンと割れた時には、もう多分頭おかしくなってて、バブー、バブ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 ー、バブー、バブバブーって、ファッと逃げるんですよ、くのいちが。そしたら、そこの部下とか来るじゃないですか。殿どうされ攻め入りましょう攻め入りましょうつってもバブーバブーやばい赤ちゃんなってる、うん、もうこれ攻め入れられないわつって、うん、まあそっから10日間ほどちょっと作戦が遠のくっていう、うん、滞っちゃう、ね、滞っちゃうという技なんですバブー幼児対抗の理由だよだだだつって指しゃぶり出すっていうこれ僕マジで見ましたすげえ、うん、無限法要無限法要まあまあ覚えておいて損はないんじゃないですかね確かに、いる方はね、うん、ちょっと例えで使いたくなる。そうそうそう。だから普通に誰か一中のね女性とベッドインするときに、股から泡が出てきたらお気をつけください。うん、そうですね。はい。どう気をつけりゃいいんだよ。岡田敏。ではそれベスト2の無限法要を抑えて、まだあるの？そう。ベスト1、ベストバウト。ベストバウト、はい、うん、があるんですよ。うわすげえな、はい、でベスト1、うん、忍法ヤドカリ&忍法羅生ほ2つあるんです。アンドっていうのは、うん、別のものがってことですか？まあ、同じような意味というか、はい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 、っていうものですね。わかります、まあ、まず忍法ヤドカリ、これわかりますか？ヤドカリ、はいはいはい、はい、まあ、ヤドカリはね、隠れてとか箱、うん、その何、うん、まあ、家みたいな形だもんね。そうそうそう、忍法ヤドカリ、相手の中に入るみたいなことじゃないの？全然違います。逆に入れさせる？あら違います全然違います。全然やっぱそこまでですよ、うん、岸本先生の書く小説は売れないですよ。売れないね。オリジナルにはならないですよ、それじゃ、うんうん、だから忍法ヤドカリからまず失礼いたします、うん、女同士で、うん、から〇へ胎児を移動させる。え、怖い怖い怖い、何、まあお姫様がね、怖い怖い、まあ産んではいけないような子供がいると。あ、なるほどね、うん、でそれで誰かに殺されよう、殺されそうになった時に、私ではもうこのまま胎児を宿しておくと危ない目に遭いますと、くのいち、あなたにこの赤ちゃんを渡すからどっかで育ててくださいみたいな意味で、そう、清掃というか、まあ、からとお引っ越しさせるって、まさかの赤ちゃん目線の技なんですよ。すげー、忍法ヤドカリって、ね、赤ちゃん目線なんですよ。くのいち目線じゃなくて、くのいち目線だったらさ、くのいちは貝ですから、ね、うん、本当そうだよね、うん、おかしいよね。そうそう、お引っ越しとかですよ、忍法。もうすごいね。そう、これはもう赤ちゃん目線、忍法ヤドカリ。
ですね。それとどういう、それも出てくるんだ、話の中で。これも出てきます。出てきます。ただ、僕が一番、推したいのは推したいのは今回。これだけ覚えて帰ってほしい。その、他は忘れても、名前と忍法だけでも覚えて帰ってくださいっていう、その忍法。それが忍法羅生門なんですよ。へぇ、ちょっとわかります？忍法羅生門。羅生門。なかなか強そうな名前でしょ。まあでもなんか門のね、うん、すごいごっつい門のなんかイメージをこうするよね、ゲームとかだと。確かに、まあ、羅生門っていうと、まあ、小説であるようにね、うん、羅生門の上におばあさんがいて、ね、なんか人のね着てる服とかを盗んでるみたいな。 それ自体にストーリーがあるしね、うん、ただもうそれとは全く関係ない。全く別のもの、うん、全く関係ない。全く関係ない。女の下半身を門に見立てて、うん、おう男にくぐらせようとするんだけど、あダメだ、まだ弱い。弱いっすね。ちょっと言いますね、うん、内の胎児に相手の弾痕をつかませ離れなくするもう想像のだいぶ斜め上来たな。夜中の中にいる赤ちゃんが入れてきた、お殿様が入れてきた弾痕を助かってUFO キャッチャーみたいなんだ。いやそうですそうです。すげえ。それそれが忍法羅生門。胎児ありき、胎児ありき、そっか、セットなんだね。そう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 、宿りで、そうそう、移動させて、移動させたやつをも使うか、うん、掴むっていう、これが忍法羅生門。えぐいな、それ。なんで2つにしたんですね、今回。すげえわ、それ。胎児ありき、超怖え。どうですか。頭おかしいよ、こいつ。山田風太郎先生、山田風太郎。いやいや、もう天才、天才すぎて、すげえ、こうなっちゃったんですよ。すげえな、それ。うん、でもちゃんとしたのも書いてますから、でこういうことも考えられるっていう、やっぱユーモアを忘れずに生きていこうっていう、ユーモアっていうか、うん、絶対こっちが本心だよね。本体だよ。まあまあ、まあ、やべえなっていうのは今回僕のオカルトシュナイト。ああ、うん、面白かったです、うん、あとくの市って、まあ、現代にもいるの知ってます？はい、どういうこと？見たことないですか、くの市？見たことないですね。僕実はくの市見たことあるんですよ。あ、いるんですか。しかも 5,6 年前ぐらいに。すげえ最近じゃん、2000年代じゃん。そう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 、普通に一人暮らししてて、で、うん、そのあれです、ビデオ借りに行こうと思って、うん、で13人の資格っていうのをすごい僕好き で、うん、でまあ、映画でも見たんですけど、ちょっと DVD でも見たいなと思って、うん、深夜に急に見たくなって、近くのねビデオショップに行こうと思ってて、うん、でファーッと行くんですけど、そのビデオショップ行くまでに結構いろんな教会とか寺院があるんです、たくさん、うんうん、もう気味悪いなと思ってて、でファーッと歩いてたらすごい視線感じるんですよ、うん、で真横とかじゃなくて上なんですね、うん、え何これと思ってファッと上見たら、木にしがみついているおばあちゃんがいたんですよ。エプロン姿の。うん、うわっと思って、えどういう状態で、こうなんていうの、怠け者的な引っかかり方ってこと。コアラみたいな、あのなんていうの、裏になってるというか、うんうん、しがみついてます。太い木の上の方にいるんですよ。超怖い、ホラーじゃんそれ。うわっと思って、うん、でもそのここでビビってるって思われると俺も負けたくないから、うん、でシャックしたんですよ。こんばんは、上にいるこんばんはって。そしたらそのくの市がこんばんはって頭下げてきた、うん、まあ、口でこんばんはとは言わないですけど、でシャック仕返してきたんですよ。あの、うん、気持ちだけ、うん、いや怖っと思って行って、うん、13人の資格借りて、うん、帰りはもういないかなと思ったらまだいて、うん、でこんばんはって頭下げようと思ったら、あっち側から頭下げてくるっていう。あ、さっきの人もう顔見知り、顔見知りみたいになってて。いや、くの市挨拶しないでしょ。これくの市でしょ。で、うん、結構動くんですよ。シュ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 と木の木を。木の間というか木を。いや、木、あれいつかしがみついてるじゃないですか。うん、それをなんかあのお猿さんみたいに、うん、なんか裏に行ったり表に行ったりみたいな。あ、一本の木をね、なるほどね、シュシュシュとするんですけど。何の意味で。木崩れの音がしないんですよ。普通服とか着てるとね、ザラザラザラとかって、まあ引っかかったりとかね、下手したら全くないんですよ。スムーズ、じゃあもうだから慣れてる。そう、うん、もしかしたらなんですけど、あれも修行中じゃないかなと思うんですよ。ババアだな、あの太い木っていうのを弾痕に見立てて、僕が忍法の練習してんじゃないかなと思ってます。あ、じゃあまだ、うん、その何、羅生門とかは使えるレベルじゃないから、そうそうそう、まだまだだから、
そういう、うん、まだちょっと。そうそう、練習。だから、オールドルーキーじゃないかなと僕は思ってます。だいぶ先、ね、年齢いってから、そうそう、じゃない、でもそういう理由付けじゃないと、あの時の木崩れの理由がわからない。あと、あの深夜、人がね、あんまり通らないような道の木のもうすぐ上の方にしがみついているっていう理由にならないですから。うん、なるほどね。うん、じゃあ、そのさ、うん、ポイントで、うん、また違う、ね、その人じゃない女が、うん、もし同じことやってたら、うんうんうん、まあ、完全に修行場だよね。だから、まあ、そうですね。もう完全に都市伝説のスポットになってる。だから一個見つけちゃいましたよ。へえ、うん。そういうところ。それじゃあね、特集でこう。あ、そうですね。定点つけとけばいいんじゃないの。駅前。だからGoogle マップで、ピンつけときますわ。すぐ行けるように。すぐ行けるように。ピンつけときますわ。あ、そうだね。でもそのピンにまで登ってきたら怖いですけどね。はは。完全に頭おかしいぞこいつ。Google マップにつけたピンにまで ね赤いピンにまで登ってきたらちょっと怖いですよね。いや本物だよ、うん、そしたら。そしたらね、まあ、怖いですわ。そしたら本物だわ。まあ以上です。すげえなー、はいはいはい。何の話だか分かんねえけど。いやいや、だから忍法と自分の体験した苦の一段ですよ。なるほどね。じゃあまあ、うん、今もいる可能性があるから、いやそう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 、覚えておいて損はないよね。そうですね、場所は、ね。自分がね、だっていつ捕まれるか分かんないわけだからね。うん、いやそうですよ。これ R28 です。これはそうだね。はい。俺もちょっと早いって思った。まだここに行き着いてないよ。まだまだキッズだなって思います、ね、うん。そうだね。うん。だからまあ今回もね。だいぶ問題作ですよ、これ。子供と女性を切り離した小説でしたけど。うんね、はい。いや、面白かったですよ。今回のやつはね、前回と比べて不快だなって思う人が多いと思う。多いと思います、ね。非常に多いと思いますね。前回はね、まだフォローもありましたからね、そう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 、あの女性から、うん、いや、こんな。面白かったですよって。ね、ひどかったですけど、うん、よかったです。まあ、女性だけど好きです、うん、ありました。そういう言葉もないんじゃないかなと思います。ないと思いますね。本当に。まあまあ、そういうお話でした。わかりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。おかえりとして。